こんにちは、春風ツアーです。今回は石垣空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発は10月です。石垣空港を15時55分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の21時23分に到着いたします。直行便がございませんので羽田空港を経由いたします。羽田出発後はカナダのバンクーバーに入ります。ここで航空機を乗り換えて中部の町エドモントンへ向かいます。エドモントンでもう一度航空機を乗り換えて、そしてイエローナイフに入ります。航空機のお時間というのは予告なく変更になる場合がございます。イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでも私どもまでお気軽にお問い合わせください。今回は10月出発の石垣空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。